ジェシカ・ローズ・ペイシュは、アメリカ合衆国コロラド州デンバー出身の女性フィギュアスケート選手。2006年、ISU ジュニアグランプリファイナル3位。パートナーは、ジョンナスなど。コロラド州のデンバーに生まれ、7歳の時にスケートを始めた。2003年からは、ブレーディ・ミラーとペアを組み活動したが、2005年5月に、ジョンナスとペアを結成し、2006年全米選手権。 ノービスクラスで優勝。2006から2007年シーズンには ISU ジュニアグランプリに参戦、JGP ファイナルに進出し3位。ジュニアクラスに昇級した2007年、全米選手権では3位になる。2007から2008年シーズン、2007JGP、ブラウエン・シュベルター・サカズキで ISU ジュニアグランプリ大会初優勝を飾り。 前年に続き JGP ファイナルに進出。全米選手権、ジュニアクラスでも初優勝、2008年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権にも出場したが、シーズン終了とともに、ナスとのペアを解散した。2008から2009年シーズン、新たに、ドリュー・ミーキンスとペアを結成した。AB 大会では、ベラ・バザロは、ユリラリオのが1位になったが、後日、 ラリオノフがドーピング違反で失格となりにいいかが繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による決定繰り上がり後の公式順位2008年6月10日付。ありがとうございます。